ラクダムシアモクは、講義のアミメカゲロウ目に属す昆虫の一群。講義のアミメカゲロウ目をアミメカゲロウ上目とする場合、またその他のアモクと別系統とする場合には、ラクダムシ目とする。完全変態で肉食性。体は細長く、幼虫は成虫に比べて変平。幼虫は陸性で、森林の樹皮の隙間などに住む。ラクダムシという和名は、成虫の形が長く、 中胸が膨れている点がラクダを思わせることによる。ユーラシア周辺、北アフリカ、北アメリカ西部に生息する。原生種は210種ほど。生中では全胸部が長く伸びるが、前足は通常の形態でカマキリモドキのように変形することはない。後期は強力であまり特殊化しない。副眼は大きく、単眼を持つ種もいる。メスは長い散卵管を持ち、 木材や不休材に散乱する。羽は前後ともほぼ同じ大きさで、死脈は原始的で縁門を持つ。幼虫は大きな頭部と突き出した大顎を持つ。頭部と胸部の第一節は降下するが、それ以外の部位は柔らかい。足は三体で腹足はないが、副端には吸着器官がある。修霊幼虫は砂儀質を作るが、眉は作らない。 サナギは、幼虫と同じように歩くことができ、浮か前には、サナギ室を離れることが多い。幼虫から成虫までは2年ほどかかる。ヘビトンボアモク、アミメカゲロウアモクと近縁で、共に、脈締目を構成する。脈締目を上目に格上げし、脈し上面ロテリダカに、ヘビトンボメメガラプター、アミメカゲロウメンロプター、ラクダムシメラパハイドイプターの3目を入れる構成と、することも多い。 脈締め自体は鞘バネメと禁煙である。形態的には、以下の点で、他の分類群から区別される。原生化は、キスジラクダムシカレイフィディデイラクダムシカイナセリデイの2、化である。絶滅化は4化で、そのうち、ベイスサープターデイマタラファエディデイメサーフィディデイの3化は、原生化とともに、ラパヒアモウァにまとめられるが、プリシニヒマティデイは、単化型のプリシニヒマティモウァとされる。 以下の分類は、エンゲル・ビーチリー・アンドウルフ・シュベニンガー、リカルド・ペレス、デラ・フエンテ・トールなどによる。ありがとうございます。